どうも、サイレンユーチューバーです。スマップファンとして、今回ね、スマップの解散について話していきたいと思います。今までも結構スマップの解散についての、なんか噂とかいろいろあったんだけど、今回は、ほんとみたいにね、キムタクだけがジャニーズに残って、4人が独立するとで。今ね、結構ニュースとか見てると、なんか、えー、中井くんとか、なんか4人は、 なんか、吉本に入るんじゃないかと。なんか、ジャニーズに匹敵する大きい事務所に入んないといけないから、吉本に入るんじゃないかとかいろいろ言われてるんだけど、ま、まずね、ファンとしては、スマップとしての活動はやっぱできなくなっちゃうじゃん。それはとっても悲しいし、僕ね、一年で一番楽しみにしてる番組が、クリスマスにやってるサンマスマップなわけ。あの番組だけはどうにか残してほしいし、あとはスマップって中はどうなのかなと思うんだけど、ぶっちゃけ、 悪くもないと思うんだよね、そこまで。だから、年に一回ぐらいは、サンバスマップだけは、なんか、復活してほしいかなって思うな。うん。あと、スマップがジャニーズにいなくなっちゃうと、ちょっとジャニーズがやばいような気もするんだよね。なんか、軸がなくなるっていうか、うん。大黒柱がいなくなっちゃう感じするよね。ま、あでも、キムタクだけは残るみたいだからね、ジャニーズに。 うん、でも、まあ、キムザクは残ってほしいよね。さすがに。本当は他のメンバーもジャニーズに残ってほしいけど、まあでも、本人たちが決めたことだから仕方ないと思う。うん。まあまたね、なんか9月まではジャニーズになんか契約が繋がってるみたいだから、まあ9月ぐらいまでは今のままだと思うから、まあこれから徐々に分かっていくと思うから、まあみんなね、気長に、みんな、まあみんなが心配してもどう変わるわけじゃないから、 うん、気長に待つのが一番いいかなと思います。はい。まあ、そんな感じかな、スマップファンとしては。うん。キムタク憧れのスマップファンとしてはね。まあ、これからもね、スマップが出てるドラマとかさ、映画とか面白いから、やっぱり。あと、バラエティもそうだし。やっぱ、スマップいいよね、と思うから。うん。でも、そろそろマンネリ化もしてきた感じはあったから、やっぱ、そろそろ解散とかになってもいいかなとは思うよ。うん。でも、サンマスマップだけは絶対にやめないでもらいたい。 あと、嵐はスマップにはなれないと思う。やっぱ嵐ダメだもん。大野智がまず、なんか犯罪者でしょなんか、だし、あと、町じ以外はちょっと魅力がないし、嵐はスマップになれない。だから、うん、スマップが抜けたらジャニーズちょっとリアルにまずいから、次のエースが出てくるのを待つしかないね。あと、セクシーゾーンもあんま好きじゃないからなセクシーゾーンもなれないし、あと、キスマイもスマップにはなれないでしょ。 あとはなんだろう、今。あと、なんか、キムタクとカトゥーンの残り3人が合体して、キムラクになるとかいう冗談があるけど100、100%カトゥーンとキムタクが合体することはないと思うよ。うん。まあでも、うん。頑張ってもらいたいです。はい。以上です。バイバイ。